チームにとっても待ちに待った一戦でしょう。ノックアウトラウンド進出を決められるのか。勝利の行方は果たして。 EATV でご覧ください。皆さんこんばんは。セントジェームズパークはあいにくの雨に見舞われました。しかしこのナイトゲームのために駆けつけたサポーターでスタンドはすでに満員です。実況は西岡敦彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。チャンピオンズリーググループステージのこの一戦、ニューカッスルユナイテッドが AC ミランを相手にします。アウェイチームはこの試合の結果次第でノックアウトラウンドへの進出が決まります。アウェイチームの思惑通りに試合が進むかどうかはこの後じっくり見ていきましょう。Thank you.
ことにならないといいんですが、会場の動向をお伝えしました。ドリブルでボールを前へ、前方に運びました。アレクサンダー・イサク、ミゲル・アルミロ、セーブした。しかしボールが転がっている。これでひとまず土を逃れました。これはオフサイドを取られました。受け手が最終ラインの後ろに戻れていませんでしたから、そうなりますよね。もう少しパスを出すのを待つべきでした。これはキーパーのミスでしょうか。インターセプトされました。ジョビッチ、アドリー、よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。ゴール決まった。キーパーの隙を見逃しません。こぼれたボールをしっかりと決めてきました。この失点シーンはキーパーの処理の仕方に問題があるんじゃないでしょうか。むしろ相手にチャンスを与えたような形になってしまいました。監督も怒っていると思いますよ。同点ゴールに対して監督のこのリアクション、これだけ喜ぶ気持ちもよくわかります。サンドロ・トナーリ、ここから入荷するのディアクロスボールがゴール前、ボールをクリアしています。ラファエル・レオン、テオ・エルナンデス、
枠を捉えきれません。入ったかと思いました。ちょっと攻めを狙いすぎたかもしれません。仕掛けましたがうまくいきません。アディショナルタイムに2分加算されましたね。ブルーのギマランス、ここでうまく対処します。グループステージ突破の可能性が出てきたチームでしたが、ここまでの状況を見る限りそれは次節以降へと持ち越しになりそうです。そうですね。まあこの後半もしっかり戦って悪い影響を残さないようにしたいですね。ここで取り返す。タックルが決まり
ースが変わってしまいましたね。しました。キーパーに近づきました。タックルで止めに来た。ボールがこぼれている。ラデクリニッチ決められるか。おお、控え選手が得点しました。まさに名采配ですね。選手の特徴をよく理解しているからこその交代だったと思います。ディフェンダーのプレッシャーがかかる中よく決めましたね。フィジカルとメンタルが強くないとできないプレーです。これは監督も怒るでしょうね。1点ビハインドになってゲームプランが台無しです。素晴らしいインターセプト。ボールを取り返します。味方に出すでしょうか。仕掛けられません。ボールは相手に渡りました。さてここでスタジオから情報が入ってきました。ジグナルイグナパルクで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、2点目のゴールがドルトムントに生まれました。現在スコアは2対1、時間は58分を過ぎたところです。わかりました。どうもありがとうございます。強烈なタックルで止めに行く。 EA スポーツが次にお送りするのは UEFA チャンピオンズリーグの一戦。ニューカッスルユナイテッドが次に対戦するのはパリサンジェルマンです。これも楽しみなカードです。チャンピオンズリーグの試合は一つも見逃せませんね。ディフェンスボールを奪います。試合終了まであと30分あります。ニューカッスル仕掛けてきますか。同点に追いつけるか。シュートはキーパーがセーブ。同点に追いつく絶好のチャンスです。ここは観客席も大いに盛り上がります。ミランの差し交代です。中央へクロスが渡る。キーパー
で選手を変えてくるようです。からのボールは相手がカット。試合終了まであと20分です。いいパスです。視野が広いですね。どこで勝負に出るでしょうか。またも決めた。これで今日は2得点。この選手はかなり調子が良さそうです。プレーを見てみましょう。狙いすましたスルーパスでしたね。そしてこのフィニッシュ、ゴール前でしたが落ち着いていましたね。選手交代です。鮮やかな同点ゴールでした。緊迫した好ゲームになっています。カルルここで手を ミランのスローイン。テオ・エルナンデス。コーナーキックを奪いました。勝ち越し点をどのように狙うのでしょうか。プレーを見てみましょうか。この折り返したパスが決定的なチャンスを作り出します。そして最後はこのフィニッシュ。この距離なら外さないでしょう。
このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね、これはちょっともうなさそうですね。ブルーのギマライン止めません。プレーは続いています。ニューカッスルそのまま行きます。同点を目指して相手陣内に攻め込んでいきます。残り時間も考えるとこれが最後のチャンスになるかもしれません。アドバンテージが取られています。ミラン通っていたら危ないパスでした。ナイスカット。サポーターはホームチームに声援も送っています。サポーターは諦めていない方がチームも諦められません。力を出してほしいですね。これはオフサイドですね。ニューカッスルの選手に交代があります。になってコーナーのチャンスです。なんとか同点ゴールを決めたいでしょう。中を狙うか。キーパーは倒れたもののボールをしっかりとキャッチしています。ここでボールを奪取しました。テープを取りかけてここで止めます。
終了です。この結果によってチームのグループステージの勝ち抜けが確定しました。やりましたね。しかもまだ試合は残っています。この後は首位に立つことを目標にしてさらにパフォーマンスを上げていってほしいですね。福西さん、ラファエル・レオンのプレーを振り返ってみると期待通りのパフォーマンスを発揮していましたね。勝利に欠かせない得点を挙げていましたね。精力的に動いてよく貢献していました。